どうもピルポンスです。今回はバッテリーを交換していきたいと思います。今回購入したのはパナソニックのカオスブルーバッテリー21,900円でした。もう一つ購入したのがメモリーキーパーという商品です。こちらの商品は車の OBD2 に接続してバッテリー交換中でも電力を維持させる商品になります。まずは電池を入れていきたいと思います。このように上に開きます。結構電池が必要なようです。足りないので家から持ってきました。間違えて第4電池を買ってきました。家にあった単三電池を入れていきます。結構本数がいるのでね、6本必要なようです。これで準備は OK です。では車内に行きたいと思います。アクセルの上あたりにOBD2 の接続する白いカプラーみたいなのがあるんで、そこにこの状態のまま接続します。するとこのように真ん中のランプが点灯しました。これでバッテリー外しても大丈夫です。ボンネットを開けてバッテリーを外していきたいと思います。この車はスバルの XV という車です。ですのでまず線を外していきます。純正のバッテリーは985っていうバッテリーです。バッテリーの容量は数字が大きいほど性能ランクが上がります。性能ランクが上がるということは貯める電気が多くなるということになります。多くなるということはバッテリーが上がりにくくなります。最近では車で携帯の充電とかいろいろなところに電気を使うので、少し大きいバッテリーを積んでいた方が安心だと思います。私の場合はですね、夏場なんですけどエアコンを使うとどうもエンジンが安定しなくなってきてきたんで、交換しようと思いました。作業の方は順調に進んでいるようですね。バッテリーを外す時だけね、注意をしてください。マイナスから外してプラスを外します。そしてつける時はプラスからつけてマイナスをつけます。あとは感電しないようにね、このように布か何かで端子を保護しておきます。バッテリーを外すためにこの部分を何て言うか分かりませんが、外していきたいと思います。ラチェットだとね、無理だったんですよね。ですので家にある工具を何とか使って外しました。ですのでスパナーを用意していた方がいいと思います。バッテリーを取り外したいと思います。これがですね、すっごい取りにくいんですよね。しかも重たいですので男の人にしてもらってください。めったに拭くことができないので綺麗に清掃します。その間にバッテリーの説明したいと思います。このね、Q っていう英字があるんですが、こちらはバッテリーの幅のパターンと高さなど規定で決められた大きさをアルファベットで表示してあります。そして数字の横に R または L または記載がない場合があります。これはプラスの位置に関係しています。矢印の方から見たときに
中央よりプラス端子が左にあると L または記載なしです。そしてプラス端子が中央線より右にあると R がつきます。こちらの画像はね、前回軽トラで同じようなお話をした時の写真です。ではバッテリーを乗せていきます。これがまた重たいんですよね。でも新しいパナソニックのバッテリーは取っ手がついているので運びやすかったです。外気から守るカバーをセットします。いい感じにはまったらバッテリーを固定する金具を取り付けていきます。外すときはですね、ナットを緩めるだけで外れたんですが、つけるときは一旦ボルトからナットを片方だけ外してボルトを通してナットをこのように締めていきます。この時なんですが、できるだけ上に引っ張り持ってナットを締めていきます。でないとこのボルトがこのように外れてしまうので、しっかりと引っかかった状態で上に引き上げながらナットを回していきます。手でナットが締まったのを確認したらもう離しても大丈夫です。あとはこのようにナットをしっかりと回していきます。メモリーキーパーのことをすっかり忘れていたのですが、バッテリーを外した時にメモリーキーパーのこの部分が光っていると思います。この部分が光っていると電力がちゃんと供給されているよというサインになります。外した時と反対でプラス側から取り付けていきます。ちゃんとカバーがはまるように確認してからラチェットで締めていきます。プラス側は取り付け終わりました。では最後にマイナス側をつけていきます。この配線の黒い六角形になっている部分は手で押すだけで OK です。最後に確認をして取り付け完了です。車内に戻ってメモリーキーパーを外したいと思います。かしめなどついてなかったのでこのように力いっぱい引っ張ると取れます。無事にエンジンがかかりました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。ビリポンスでした。